こちらは JOYZ8MBFM 熊野町災害 FM です。周波数は 77.3MHz でお届けしています。こちらは JOYZ8MBFM 熊野町災害 FM です。周波数は 77.3MHz でお届けしています。それでは8月26日日曜日午後3時からの放送をお送りいたします。これからの時間は生涯学習家の徳山と建設家の立花がお伝えします。お願いいたします。はい、それでは今から放送を始めるんですが、皆様に以前からお伝えしていましたですが、本日4名のゲストを迎えての放送となっています。私非常に今緊張してるんですが、皆様ぜひ後半楽しみにしていただければと思います。で、天気予報をお伝えする前に、現在熊野町付近の気温ですが 32.8 度となっています。今から気温がだんだんと下がってきてですね、 5時を過ぎますと30度を以下となる予測です。皆様まだ暑いので十分にお気をつけください。それでは8月26日午前11時広島地方気象台の発表の天気予報をお伝えいたします。まずは天気概況です。広島県では26日昼過ぎから26日夜の初め頃まで急な強い雨や落雷に注意してください。中国地方は高気圧に覆われ、おおむね晴れています。26日の広島県は高気圧に覆われておおむね晴れますが、大気の状態が不安定となるため、雨や雷雨となるところがあるでしょう。広島県では高温が予想され、熱中症の危険が特に高くなる見込みです。暑さを避け、水分をこまめに補給するなど、十分な対策をとってください。27日は引き続き高気圧に覆われておおむね晴れますが、大気の状態が不安定となるため雨や雷雨となるところがある見込みです。26日と27日は昼過ぎから夜の初め頃にかけて落雷や突風、急な強い雨に注意してください。地盤が緩んでいるところでは土砂災害に留意してください。また27日にかけて気温の高い状態が続くため、熱中症など健康管理に十分注意してください。復旧作業等屋外で活動する方を中心に、いつも以上に十分な注意が必要です。それでは本日8月26日の天気です。南の風のち南西の風、晴れ時々曇り、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雨で雷を伴うでしょう。降水確率午後 20% の予報です。気温です。広島の最高気温34度、呉の最高気温33度、福山の最高気温36度の予報です。明日8月27日は南の風のち南西の風、晴れ時々曇り、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雨で雷を伴うでしょう。降水確率です。午前 10% 午後 20% の予報です。気温です。広島の最低気温は27度、最高気温35度、呉の最低気温26度、最高気温34度、福山の最低気温は25度、最高気温36度の予報です。続いて週間天気です。8月27日から9月2日までの向こう1週間は、前線や
湿った空気の影響で雲が広がりやすく、期間の後半は雨の降る日があるでしょう。最高気温は期間の前半は平年より高く、27日はかなり高い見込みです。後半は平年並みか平年より低いでしょう。最低気温は平年並みか平年より高い見込みです。降水量は平年並みか平年より多い見込みです。8月28日火曜日の予報は晴れ時々曇り、降水確率 20%、 最低気温は26度、最高気温34度の予報です。8月29日水曜日は曇り時々晴れ、降水確率 20%、 最低気温26度、最高気温33度の予報です。8月30日木曜日は曇り、降水確率 40%、 最低気温26度、最高気温32度の予報です。8月31日金曜日は曇り一時雨、降水確率 60%、 最低気温25度、最高気温29度の予報です。9月1日土曜日は曇り一時雨、降水確率 60%、 最低気温24度、最高気温29度です。8月2日日曜日は曇り、降水確率 40%、 最低気温25度、最高気温31度の予報です。続いて現在発表されてます警報注意報についてお伝えいたします。現在熊野町では雷注意報が発表されています。お昼過ぎから夜の初め頃まで急な強い雨や落雷に注意してください。以上天気予報でした。続いて道路状況についてお伝えいたします。道路状況現在大きな変更はございません。ただ県道瀬野呉線の一貫田方面ですが、昨日8月25日土曜日午後6時に片側交互通行となりました。そして現在の渋滞状況を確認してみます。町内主な渋滞は見当たりません。失礼しました。国道31号線ですが、国道31号線は小屋浦から吉浦の方までが少し混んでるみたいです。今出かけられている方、これから出かけられる方、帰られる方、十分ご注意ください。以上道路状況でした。続いて立花さんの方から町のお知らせをお伝えしていただきます。はい、ここからは建設課の立花がお伝えします。まずは豪雨災害の影響で中止が決定した町主催事業をお知らせします。9月2日日曜日に予定していた町内一斉清掃、9月8日水曜日熊野町立図書館で予定していた同心社会長酒井京子さんによる講演会、9月10日月曜日に予定していた町政施工100周年事業中学生によるギネス挑戦、9月16日日曜日町民会館で予定していた敬老会、9月30日日曜日熊野未来交流館で予定していた町政施工100周年事業の生バンドで歌うサロンコンサート、10月1日月曜日熊野未来交流館で予定していた町政施工100周年事業佐藤伊織ジャズコンサート、10月7日
日曜日に町民グランドで予定していた町民体育大会、10月20日土曜日と21日日曜日に町民会館で予定していた町民文化祭、12月2日日曜日に町民会館で予定していた農業祭です。これまでご協力いただきました皆様、事業の開催を心待ちにしておられた皆様には深くお詫び申し上げます。豪雨災害の影響でたくさんのイベントが中止となり、とても残念に思われた方も多いかと思いますが、今年で84回目を迎える筆祭りは、今年も予定通りの9月23日、秋分の日に開催されます。また、筆の里工房では、現在、アート竹師展を開催しています。漫才師として一時代を築き、お茶の間を沸かせるお笑い芸人のビートたけしさん、そして俳優として、映画監督として、名だたる国際映画祭での受賞、また3度にわたり芸術の国フランスから勲章を受けられた世界の北野こと北野武さんの絵画約100点を一堂に展示しています。ビートでも北野でもない第三の武、アート武さんの作品の数々を心のままにお楽しみください。アート竹師展は9月9日日曜日までとなっていますので、ぜひ皆さん筆の里工房へ足を運んでみてください。以上、町からのお知らせでした。ありがとうございました。それでは放送開始から約12分経過いたしました。皆様おなじみになりました曲を曲聴いていただきたいと思います。メビウスさんでバトンです。
メビウスさんでバトンでした。ここであの石田さんの方にパスをしたいと思います。はい、突然現れますけども熊野町役場地域振興課の石田です。今日の放送もですね、私登場させていただきましたのは昨日もですね、私担当させていただきましたけれども、特別ゲストが今日も来られるということで乱入をさせていただきました。そして以前からお伝えしておりますようにこの放送室には今4人の方の特別ゲストにお越しいただいています。まずは今歌を聴いていただきましたメビウスさんです。皆さんこんにちは、熊野町出身の姉妹デュオメビウスのマミとノリエです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。今日よろしくお願いいたします。お願いします。そして私の左ドラに座っている方がHFM でおなじみの徳永真希さんです。よろしくお願いいたします。熊野町災害 FM お聞きの皆さんこんにちは、熊野町出身のフリーアナウンサー徳永真希と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そして私の向かいに座っておられるのがまた HFM でおなじみのオークボックスこと大久保茂樹さんです。はい、どうも熊野町災害 FM お聞きの皆さん、某広島 FM の某クジラジという番組で、DJ やっております大久保茂樹、オークボックスです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。お願いします。なんだかちょっと緊張しますね、はい、すごい。もうだって石田さんが NHK のアナウンサーかなっていうぐらいこうねえ、でまあ徳山さんも立ちますもんね。そうすごく優しい声でうまいし ね落ち着いてらっしゃって、ね、石田さん熊野町 FM が立ち上がったのっていつでしたっけ。はい、ちょうど1ヶ月半ぐらい前、7月14日の3時の放送ですね。ちょうどこの時間で立ち上がりました。そうなんですね。じゃあアナウンサー歴今1ヶ月ぐらいそうですね、アナウンサー歴と言っていいのかどうかっていうところもありますけども、はい、頑張らせてもらってます。この後アナウンサーもいいな、フリーになったらとかで考えられてる可能性ありますね。考えてらっしゃいませんか。どうしましょう拾っていただけますでしょうかね。私たちメビウスが ね、あの2回目の放送の時に来させてもらったんですけど、はい、その時からも別人のように達者になられてるなと思います、はい今日は私たち4人、はい、あのお招きいただきまして、はい、いつもは熊野町民の皆さんにこう必要な情報を役場のアナウンサーの方がお伝えされてるんですけれども、はい、今日はまたちょっとイレギュラーで、はい、少しでもこう楽しい気持ちになっていただける時間になったらなということで、はい、ご用命いただいておりますので、うん、そうですね、あのいつもはねちょっと固い情報ばっかりをお伝えさせてもらってるんですけども、まあ、1ヶ月半経って皆さんもですねちょっと気分が落ち着いてこられたかなというところでちょっと違った番組をしたいなということで、はい、あの皆様に声をかけさせていただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ね、なんかこうメビウスの2人とは、まあ、仕事もよくご一緒はするんですけど、はい、2人と喋ってると熊野町感をすごく感じるんですよね。確かにね、なんかもう2人がフデリンに見えてきました僕はなんかそれ喜んでいいのかどうかちょっとほっぺのあたりかな素敵私徳永と、はい、メビウスの2人が熊野町の出身で、
まあ、簡単に経歴言うと、私が第二小学校からの東中学校、はい、熊野高校を卒業して、大学も広島県内だったので、大学卒業するまで熊野の実家からずっと通ってました。あ、一緒だ。あ、一緒？一緒です。熊野第一小学校、熊野中学校、はい、熊野高校で大学もバスで通ってました。アクセスいいんですよね。そうですね、うん、バス1本で行ける。あ、メビウスの2人のところはね。あ、それ以上になると場所は感じられない。私はあの第二小学校だから、はい、ノークボックス、後に抜ける方側、あっちに近い方に私が住んでて、石田さん、熊野町内ってすごく縦長ですよね。はい、そうですね。だから端から端って考えると結構距離ありますよ ね、 ね、入り口出口ちょうど真ん中辺、真ん中辺です、お二人が、ね、はい、だから私は中学校の時とかバスで広島市内に買い物行く時はまあまあ苦労したよ。乗り換え系。そう、乗り換え系。そうなんです。でも徳永さんのところは都会じゃないけど田舎じゃないって感じなんですね。あ、うちはちょっとだけ田舎いいキャッチフレーズですね、今のね。今目の前のポスターにありました。あ、パクりました？はい、熊野町のね。そうですね、筆の都熊野町、都会だけど田舎じゃない。はい、石田さん、これは都会じゃないけど田舎じゃないっていうんですね。はい、ごめんなさい、都会ではないですよね。はい、はい、そうですね、熊野町になんとかですね、たくさん人が来てほしいという願いがありまして、うん、そしてまあ私のこう熊野町のイメージとしてやっぱりとても住みやすいな、コンパクトな街だなということで、うん、でもまあそんな田舎でもないし、で都会じゃないっていう、その、まあ、都会の方からこちらにね、こう移り住んでくることを考えれる方からすれば、ひょっとしたらとても田舎に住みたいとかって言われる方もおられると思うんですけど、でも不便なのは嫌だなっていう方を狙ったといいますか、まあ、そういう方にとって、まあ、そこそこ田舎でそこそこ都会というような逆のこう考え方でですね、いろいろこうイメージをこう訴えかけたいなと思ってこうキャッチコピーを作ったという感じなんですけど、広島市内からだったらだいたい、あ、書いてあった、35分ですかね、車で。うん、へ、これ学生時代暮らしてる時は遠いな広島市内までって思ってたんだけど、はい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 、でも今私三好市に住んでるので、うん、だいたいドアトゥードアで2時間ぐらいかかるんですね、はい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 、広島市内まで HFM までそのくらいかかるので、それを考えたら、あ、熊野すごい近かった。まあ確かにね、今になって思いますけど。ね、でもなんかすごい、僕は広島 FM ってところでクジラジっていう番組をやってるんですけど、なんか熊野高校のみんなと関わることが多くて、でこの間番組でクジラジ卒業式ってイベントをやったんですけど、その時に熊野高校の書道部のみんながクジラジ卒業式って大賞を書いてくれて、で俺熊野高校まで来てね、でもみんな小泉先生だったかな、あ、はい、素敵な先生いらっしゃって、はいはい、でみんな生き生きとしてるわけですよ。で、まあ、何でもやりますよっていう、で、まあ、熊野のことをみんなに知ってほしいですしっていう話もしてくれたし、で今回、まあね、災害が起こった時にも番組にメッセージが結構来てですね、まあ、今僕たちが頑張るから私たち踏ん張りますみたいなね、で何かできることないかなっていうところで熊野町のこの災害 FM があったので、ちょっと僕も出たいというか何かお手伝いできないかなっていうので、メビウスにこう相談して、でマッキーとも話してね、はい、嬉しい、石田さんからこうメールが来て、やった、繋がったと思ってね、ありがとうございます、ありがとうございます、本当お声かけいただいてね、今日はSNS とかで、はい、僕たちがこの3時から出るってことで聞いてくださってる、車で聞いてますとかってツイッターとかでつぶやいてくださってる方がいて、はい、ね、聞こえておりますか、ね、すぐそこにいるってことですね。熊野町内なんで、はい、結構近いところに皆さんいらっしゃいますよね。うん、確かにね。あ、じゃあ大久保君も熊野との関わりっていうのは番組を通して結構あるってことですもんね。熊野の東中学校だったかな、うん、それこそ昔、ラジオ一クラス分プレゼントってやつがやったことがあるんですよ。クジラジでね、で、まあ、昨今ね、若者たちがラジオ聞かないんじゃないかって言われてますけど、それはないから聞かないだけであって、で、じゃあラジオ一クラス分プレゼントって広島に言った時に、熊野東高校の
当時のクマちゃんだったかな、忘れもしないラジオネームが、その時中3の子は僕のクラスに来てくださいって言って一クラス分バーンと持って行ったんですよ。へー、じゃあ東中に行きました行きました行きました。だもしかしたらそのラジオで、うん、今も今日聞いてくれてる子もいるかもしれない。あ、そう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 。いくつになってるんですかね。いやもうだからね2010年11年の話なんで、その時も20歳とか成人おめでとう、成人おめでとうぐらいになってるかもしれないですね。だ結構熊野の人はラジオが大好きなのかなっていうイメージはめっちゃある。そう、結構聞かれてますよ。うん、あ、やっぱり出演した時とかすぐうち の、はい、あの店、両親の店に電話かかってきて、うん、今かかったよっつって、うん、であの情報をうちの両親に言ってないこともよくあって、うん、なんでみんな明日の日は知らんのかって言って、うん、お母さんに怒られる、あのお母さんに、あのお母さんに美味しかった。今日あの私たちね、はい、こちらお邪魔する前に、うん、そう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 、お店の名前って言っていいんですか。はい、大丈夫です。鏡さんというお好み焼き屋さん、はい、皆さんご利用ありがとうございます。ありがとうございます味を落としてあれ美味しかったです。私納豆普段食べられないのに、何でしたっけ、ふわ納豆焼き、うん、熊野の B 級グルメですよね。はい、いや美味しかったっすね。あります、当然です。そうですよね、確かにいやもう納豆苦手っていう全熊野町民の方に食べてみていただきたい、うん、ね、徳永さんも今日まで納豆が苦手だったんですけど、そう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 、でもあの手こんだって尽くしてもダメだったんだよ。へ、本当美味しかったです。今日お肌綺麗ですね、だからね、いつも綺麗ですよいつも綺麗です、さすが後輩ちょっと熊野高校の先輩後輩感が出てるんじゃないかちょっと今足踏んでたりするんじゃないですかよくね、ゲストにHFM の番組来てくれた時にも言われる、はい馬の感が出すぎてて入る隙がないって言われる、はい、あ、言われますね。すごい熊野の女性ってやっぱなんか強い感じがありますよね。それはですね、はい、立花アナウンサーに聞いてみるのがいい感じじゃないですかねいきなり、ね、あの放送業務まずお疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様で、うん、あの熊野町のこの役場の方でアナウンサーをされていて、はい、うん、皆さんその担当部署っていうのがさまざまな方でいらっしゃるんですよね。で立花さんがもう一回どちらの、私はあの普段あの2階に建設課っていうところがありまして、うん、そちらであの窓口業務だったり、まあ、町の方の土地の売買とかそういったところ の、 あの、まあ、特に法務局でのお手続きとかそういったところの事務をさせていただいてます。はい、アナウンサーにはこれどういういきさつで抜擢されるんですか。これは気になるね。いきなり、うん、仕事から帰って家でくつろごうかとしてた時に上司から連絡があって、あのおめでとうって声かけて、いきなり選ばれちゃったんだ、はいはい、あの選ばれたからおめでとうって言われて、でどういうことかなと思ってちょっと聞いてみると、まあ、このアナウンサーに任命されたよっていうことを言われて、ちょっと私本当に無理だからっていう話でちょっと本当にごめんなさい、勘弁してくださいっていうお話をさせていただいたんですけど、これは職務だからねって言って仕事だからって言われて、仕事はねやっぱり断れないですからね、うん、頑張りますとあのお答えさせていただきました、そういう経緯でちょっとこのアナウンサーの方にあの、まあ、アナウンサーと言ってちょっと言えるのかどうかちょっと本当恐縮なんですけども、はい、担当させていただいてます。じゃあ熊野の女性については先ほどの質問いかがですかそうですね、熊野の女性はそうですね、熊野の女性基本的にあのよく言われるのが強いですよね熊野のよく言われるのがねそうですね、熊野の女性は、まあ、男性に比べたら強いのかなというか、絶対的女性の方が優位というかそうですね、よくあの言われるのがね、やっぱりあの、はい、熊野の女は強いから、あの婿さん連れて帰ってくるっていう、うん、そういう話をね、あのもう世代超えてまたいでというか、うん、超えてその話は続かれていく言ってるんじゃないんですかね。友達も多いです、結構多いです、旦那さん連れて帰ってる人、はい、あ、そうなんですね。いや僕まだ未婚でね、広島市内に住んでラジオやってるんで、はい、いつか熊野に連れて帰られる可能性が今日のこの放送でもしかしたら運命の運命の
いや俺ね今日朝広島市内から来て、ボランティアに入ったんですよ、うん、で小原ハイツの方川澄の方に行ったんですけど、はい、そこのグループの中に女性の方もいらっしゃって、うん、で俺初めて熊野には入ったので、うん、でこうまあどこはどうなってんだろうってこう作業やってる時にその女性の方が、あっちがトイレで、あっちが水でとかってめっちゃ誘導してくれるんですよ。で今繋がりました話が、あやっぱ女性の方が強いというか、うんうんうん、しっかりしてる方が多いなっていうのはめっちゃ思いましたね、うん、今ね、はい、でもその方は多分結婚されてると思いますね。あ残念残念だ残念ってそんなことじゃないですけど何しに来てんだっていうね。そうですね、本当にすいませんそんな話でそっか、まあ、じゃあそんな中メビウスのまみちゃんみたいな天然さんはいやまみも強いんですよ、しっかりすごいですよ。えそうなんです、超強い、強いの、強いです、はい、自分で言うことなんでしょうね。いや、まあ、強いというかこうちょこまか動いてるなんか無駄な動きが多そうな感じはありますけどねうるさあ、こういうとこですね。そうね、そういうところか確かに強さ感じますね。ねえ、そして今日はねその、ま、見学の方も含めて、はい、今このスタジオには5人の役場のアナウンサーの方がいらっしゃるので、せっかくですので、はい、あそんなにね自己紹介されることは、ね、今改めて1ヶ月経ってからはないかと思うので、うんうんうん、はい、ちょっとイレギュラーになりますが自己紹介していただいてもいいです。はい、あいいんですかね。じゃあ改めて、はい、自己紹介をさせていただきます、熊野町役場地域振興課の石田と言います。普段は観光関係の仕事をしています、まあ、今ちょっと話に出ましたけどフデリンとかですね、あの熊野町にたくさん人が住んでもらうような定住促進とか、あとはあの、まあ、筆祭りとかそういったものを絡んでますし、あの筆産業の振興とかそういったものも結構いろんなあの仕事をしている部署です。で私はどちらかというとアナウンサーに、まあ、手を挙げた方ですけれども、あの、まあ、ぜひねあのこういったこう災害時という時にこう情報を伝えていこうという、うん、まあ、これは絶対役場でしかできないことですし、うん、役場 の、まあ、あのもう仕事の一つとしてちゃんと捉えて、まあ、やっていこうかなということなんですけども、まあ、先ほどね立花アナウンサーも言ってましたけど今喜んでやってますからね立花アナウンサーも、ね、あのいやいやみたいなこと言ってましたけどすごく今危機としてやってますから、みんな今アナウンサーやってる人間は喜んでやってるというふうに考えていただけたらと思います。ね、まあ、この災害 FM がどういうふうに作られたのかっていうことも後でちょっと吉田さんにぜひ聞いてみたいなと思います、はい、じゃあ続いて先ほど放送済まれました徳山さんお願いします。はい、はい、熊野町役場障害学習課の徳山と言います。障害学習課は、基本的に文化振興だったり、まあ、スポーツだったりいろんな結構幅広い業務があってですね、で昨年メビウスさんに今年ですね成人式でもうお世話になりました、ありがとうございました、ありがとうございました、といったような仕事で、まあ、このアナウンサーはですねあの、まあ、同じ課の今アナウンサーやってる内藤さんという方がいらっしゃるんですが、先に内藤さんが決まってまして、ちょっと興味があるっていう話をしたらですね推薦していただいて、で決まったっていうような、で今はすごい非常に貴重な経験をさせていただいて、まあ、皆さんにしっかり伝えれるように頑張ってます。興味があるっていうのはもともとそういうなんかあまりこういう僕自身緊張しやすい方で、あんまりこう喋るところがない経験がなかったので、まあぜひやってみたいなと、ということで、はい、すごい、いや、すごい、まあ、あと楽しそうだなっていう、楽しそうというかそのまあこう喋る楽しさをっていうこと、やっぱこう、はい、人ってしんどい時とか家に帰ってもそうですけど、疲れた時誰かの声を聞きたいなと思ってテレビつけたりとかラジオつけたりするじゃないですか。今日徳山さんの声をはじめニュースのあたりとか天気予報を聞いてたら
心地よい感じがしましたよね。ここ沖縄かと思いましたよね。緩やかな眠くなりました。明日はさーって言い出すんじゃないかなっていうぐらいなんか心地よかった、ね、でも素敵な声していらっしゃいますよね。うん、優しさがにじみ出てる、うん、出てる。見た目もそんな感じですよ ね、 ね、ですか、うん、これで家帰って悪い人だったら嫌ですよね。同級生の皆さんいかがですか。すごい。じゃあ、はい、今日予定には全くなかったんですけれども、はい、見学にあとお二方いらっしゃいますので、はい、ちょっとじゃあ、のりえちゃんインタビューしてもらっていいですか。よいしょ。はい、マイクがねこれすごい、ちょっと待ってくださいね。それじゃあ女性の方からいきたいと思います。すみません、お願いします。障害学習科の内藤です。先ほど徳山アナウンサーが言っていた内藤でございます。よろしくお願いします。もともと徳山さんより先に決まってらっしゃったんですね。教育部で一人ということでどうですかと言われて、誰も手を挙げなかったら感じだったんですけど、挙げなかったのでよろしくって言われました。ね、でも今とても楽しく仕事させてもらってます。はい、すごい。なんかやっててやりがいを感じる時ってあったりするんですか。はい、うん、今はですねもう一生懸命こう何原稿を作ってよ、もうそれ で今ちょっとだけ少し、まあ、見えるようになったというか、はい、相手が変わるので、あ、メンバーがそれを度に、まあ、楽しませてもらってます。あ、はい、皆さん必要な情報をまとめてお伝えされてますけれど、うん、個性結構出られてますもんね。確かに、うん、そうですね、みんなちょっと違いますね、個性的ですね。皆さん の情報選び、必要な情報っていうのはある程度決まってはいるんですけれど、うん、それぞれ皆さんのこう得意分野があるというか、そうですね、いや、まあ、一応ホームページから出すので、ほとんどみんな同じなんですけど、うん、まあ、やっぱり仕事が違うのでこう考え方とか話し方も変わるかもしれません。私の場合その同じ障害学習科ですけれども、放課後子ども教室の担当をしてたり、熊読授業の担当とかブックスタートなので、ちょっと徳山さんとはこうちょっと違う感じの仕事をしているので、またこう雰囲気が違うのかもしれません。いや、これ多分僕は声だけじゃないですか、ラジオって。でいつも、まあ、ラジオ十何年ぐらいやってて思うんですけど、その性格がにじみ出るというか、普段誰かのために何か一生懸命やってる人の声って、その上手い下手じゃなくて、なんかもうにじみ出るものがあるんで、今日聞いてて全然皆さん素人感がないというか、本当に誰かのことを思って喋ってるんだろうなと。だ、逆にここだけの話になりますけど、なんかたまにねアーティストがゲストできたりとかしてね、でこの人本当に思ってるのかなと思う人も熊野町内の皆さんっていうアーティストもね、タレントさんもいるんですよ。それ今日のメビウスのことはないですよ。メビウスメビウス大丈夫いいのも悪いのも出とるけん大丈夫だ。しまったな。いや、なので多分皆さんは本当にこの街が大好きで、うん、まあ、誰かのためにちょっとおこがましいかもしれないですけど、多分好きな街のためにされてるんだろうなっていうのを僕は聞いてて、一リスナーとしてすごく感じたんで、あったかいなっていうのは思いましたね。その先の方と普段関わられる仕事をなさってるので、うん、そうそうそう、見えてると思う。見えてますよね、うん、やっぱラジオってその先が見えてないと、うん、一人でね部屋で喋ったりとかしますけど、でもやっぱつながってることによってね、うん、すごくやっぱ貴重な場所なんだなっていうのは今日来てめっちゃ思いました ね。役場の中なんですけど ね、ちゃんとつながってますよね。うん、確かに、ね。そしてお待たせしました、はい、トリをどうぞ、はい、カメラマンさんかと思ってました。さっきからすいませんでした。熊戸町役場地域振興課の平木本と申します。石田さんと同じく地域振興課で観光に関する仕事をやっています。で私は今年新入職員として入っています。まさかこういうラジオをするとは全く思ってませんでした。平木本さん、はい、そうです。名字変わってらっしゃいますね。木、はい、変に冬で平木と書いて、本はブックの元
あの本って書いて平木元と読みます。熊野のご出身なんですか？これがですね、もともと僕自身はあの奈良県出身なんですけども、名前自体はなんか京都の方の名前らしく。あ、そうなんですね。こっちで聞かない名前ですよ ね、うん、珍しい名前なんですけど、ちょっと熊野の名前ではないんですよ、ね、熊野も変わった名字多いですもんね。ガウチ系多いですよね。ガウチ系中ガウチさんとか平ガウチさんとか、あのうわラックガウチさんもね。すごい、今熊野のガウチ系の皆さんが一斉にパッとこうラジオの方に私もガウチ系だけどってこうなったと思います。あのババさん系もいらっしゃいますよ ね、はい、ね、上ババさん下ババさん、岡田系も結構多いんですか？岡田はまあ全国的にやですねすごい今閉店ガラガラってされたような感じがしましたすいません、それだけで、はい、ねえ、今日ここに5人いらっしゃって、はい、あと3人ほどいらっしゃるんですよね。そうですね、あと3人、はい、ねえ、せっかくなのでお名前だけでもご紹介ください。そうですね、あとは税務課に村上という男性がいるんですけど、この子もですね、いい渋い声をしてて、おばさま方に大人気という結構あの声は選考基準に入ってるんですか？あ、そうですね、一応私が引き抜くときにはえ考えて、あ、スカウト係石田さんが。そうですね、あの最初女性4人はあの各部の部長とかですね、ああいうところからこう推薦していただいて、やっぱり男私一人じゃ寂しいなということで、じゃあ男性をですねちょっと引き抜くときには、うん、あの癒し系のじゃあ徳山くんとか、ね、ハキハキ系の平木元くんとか、そして渋い声の村上くんとかっていう形でですね、ちょっとバリエーションを。そうですね、確かにね、はい、もう石田さんには僕はもう一言言ってほしい言葉がありますもん。ジェットストリームって言ってもらっていいですか？あ、言ってほしい、わかるね。じゃあちょっと深夜0時になった感じで。ああ、そうそう、ジェットストリームですかちょっと低めのやつでお願いします、はい、うん、今夜はジェットストリーム昼やけど、ね、このジェットストリームもですね、あの村上の方が得意なくらいです、ね、いや素敵、ありがとうございます、癒される村上さんと、はいはい、あとは子育て健康推進課という、まあ、保健師とか栄養士とかがいるとかがあるんですけども、そちらの方から森川と、彦田という女性が2人ほど、じゃあ男女半々。そうですね、4人ずつということで、はい、で皆さんが1日4回の放送をペアになって、はい、毎日毎日交代させている。そうですね、今基本的に男女ペアを組んで、まあ、4組できますから4日に一遍程度こう担当するという感じになっています、はい、うーん、ね、だって普段皆さんはちゃんと職場のね、役場の仕事もしながら、はい、こうやってまあ DJ とかパーソナリティの仕事もされてるわけでしょ、はい、プラスアルファって大変じゃないですか。そうですね、かなり私以外のね、本当に引き抜いたり推薦をして担当している職員は本当に負担をかけているなと思ってますけども、ただまあ、先ほども言いましたけども、やっぱりこれも一つの大事な仕事ですので、そこはやっぱりきっちりしていかなきゃいけないのかなと思ってるんですけど ね、 うーん、はい、ね、7月14日に熊野町災害 FM が立ち上がって、はい、これ広島県内では初めてですね、一番なんですよね、はい、確かにね。これどういういきさつでスタートすることになったんです？そうですね、まず災害が起こったのが7月6日と7月6日と、そしてその後、まあ、避難されている方が結構避難所におられて、うん、で10日ぐらいだったですかね、まあ、2日3日経った後にですね、やはり避難されている方が役場が今何をこうしようとしているのか分かりにくいと、分からない、情報が入ってきてないというようなことのお声もいただいてですね、じゃあ役場として何ができるのかというふうに考えたときに、まあ、一番簡単なのはその超広報、まあ、広報熊野という広報があるわけですけど、それでお伝えするのは、まあ、全庁的に広がるからいいんですけど、ただそれは発行するタイミングではないの で、 でじゃあ町内放送にするか、でもそれも聞こえないところがある、うん、ワンワン響いて聞こえない、聞こえづらいところもある、じゃあ瓦版とかにするか、それも行きづらいところがあるというようなところで、いろいろ方法を考えた結果ですね、やっぱり一番身近な情報入手手段でのこうラジオがあるねということ で中国総合通信局の方にもいろいろアドバイスをいただきまして、
じゃあ、臨時の放送局を設置してやってみたらどうかということで、それに、飛びついたといいますか、うん、そういった経緯で、こう、情報発信をですね、ラジオでさせていただくようになったということですね。それは、だから、聞く側はラジオとかを持ってたということなんですが、配られたりとかっていう。そうですね、正直、その、避難された方って、はい、もう、何も持たずにっていう方が結構おられたので、そういったとこ、避難所には、役場の方からラジオを、配ってですね、その、個人一人ずつというわけではないんですけども、避難所にこう、いくつか置くような形で、情報をこう発信していくというような形に、取らさせてもらったっていうのがありますね。はい、ねえ、さっき配られたラジオのちょっと裏とか見たんですけど、はい、子供たちがこう、絵とか描いてたんですか？はい、そうですね、これがですね、ちょっと時間が経ったんですけど、はい、大原ハイツの一番大きい被害が大きかったところの方々が、こう、一旦、一時帰宅が大丈夫ですよっていうこと、そういうタイミングになった時に、じゃあ家に帰っても情報収集をぜひしてくださいということで、その時には各ご家庭に一個ずつラジオを配る体制ができていたんですね。で、ただ配るのではなくて、やっぱり何かしらのメッセージを、こう、お伝えしたい。というのもあって、じゃあ誰がそのメッセージを書くのがいいのかって考えたときに、第4小学校の児童会の子どもたちにご協力をいただいて、いろいろですね、元気になってねとか、そういう、こう、メッセージと絵を含めて、こう、シール貼って渡させていただいたっていうことがあります。はい、すごいね、手書きのあれ、ハートが書いてあったのかしら。そうですね、まあ、ね、あったかいよね。全て一個ずつ絵が違うっていうね、ということで、はい、プリントじゃなくって、もうそのラジオのための。そうですね、うん、はい、うーん、今このスタジオにもすごいね、立派な機材がドーンとあるんですが、はいはい、こういうのって街で買うわけじゃないですもんね。そうですね、中国総合通信局っていう、ここシールが貼ってあるんですけど、全国でもそんなに台数がないんですよね。それをまず熊野町役場に1台貸していただいて、臨時的に放送を始めるということができたということですね。それってセッティングまでしに来てくれるんですか？そうですね、セッティングまでしていただいて、アンテナまで立ててもらって、で、マイクも貸してもらって、じゃあどうぞという形で、ぜひいろんな情報を発信してくださいという形で、はい。でも何を伝えていいかとか、そういったことももともと役場のお仕事ではなかったから、はい、ゼロからのスタートですよね。そうですね、もうそれが一番心配だったところなんですけど、そこも中国総合通信局の方のバックアップで、まずこうスタートはFM 廿日市の昨日ゲストでお越しいただいたんですけど、はい、FM 廿日市の倉本良一さんという局長さんがですね、来ていただいて、スタートはお手伝いいただいたと。それを私が横で見ながら勉強させていただいて、7月17日から独り立ちといいますか、石田さんそうですねさせていただいたという感じですね。はい、そんな中、その始まって2日目の7月15日にメビウスの2人が、確かに、はい、お邪魔しまして、出演して、うん、その時の様子をね、さっきも話しよったよね。うん、はい、もう原稿というか情報を正しくお伝えするっていう任務だったので、はい、もう本当緊張しちゃって、こういうキャラですし、はい、うん、真面目にできないキャラですね。そうですね、はい、だからさっき徳山さんや立花さんが読まれてよたようなことを、はい、カミカミで頑張りました、はい、お伝えしました。でも石田さんよく伝えました、はい、そう、本当なんか頼むとこ間違ってないかなと、大丈夫かなと思いながら、でもなんかこうちょっとでもみんなに元気になってもらえたらっていう気持ちで、はい、出させてもらったんですけど、そうですよね、まだ7月15ですもん、自分たちも気持ちの整理もついてないですし、何ができるんだろうっていう思いが強かったので、何かっていう、そうですね、でも動かずにはいられなくて、声かけもいただいたんで来させてもらいました、はい、確かにね。のりちゃんはどうやったですか、その時は。うん、もう緊張でしかなかったんですけど、うんうん、でもこう何かを伝えるっていう仕事をしている上で、なかなか文章をこうお伝えするってことはない、うん、今まで経験がなかったんですけど、少しでもちゃんと情報を伝えられるように頑張りました。きっとね、来て歌を歌うっていうことはプロだからね、うん、いつもされてるだろうけど、うん、原稿を読むっていうことは、そう、なんか段、次の段行ってるのにまた同じとこ読んでるんですよね。そうあの難しさ、いや、多分聞いてるあの方々、あ、丁寧に2回も言ってくれたんだねってそうやって思ってもらえたら嬉しいですけど、ってんじゃないですかね
確かに僕たち DJ で普段ラジオでね喋ってますけど、うん、ここに来て喋るんじゃなくて歌ってくださいって言われたらね確かに無理ですよね。あ、そうですね、うん、でもめっちゃ歌いますけどねむしろ歌いたいぐらいのですか、ね、あ、確かにありますね、そうなんですね。そうですね。その時は確か、うん、町長メッセージとかも読んでいただいたんじゃないかと思うんですよね。あと土の袋の、そうですね。じゃあ町長のメッセージを噛んだんですか。いやもうなんかいろ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 無茶を振らせていただきました。ありがとうございました。でも本当気持ちですもんね。いや本当に気持ち。僕広島に来て12年になるんですけど、もともと大阪は生まれで、西宮の方とかにも住んだことがあって、ちょうど阪神・淡路大震災の時は中学3年生だったんですよ。でもバーッとね、もういろんなものを失っちゃったんですけど、その時にね、当時の日本放送さんが1000個ぐらいだったからラジオブワーって配ってくれたんですよ。ね、ほんと情報が、まあテレビもないし、どこに何があるかって物資も分かんなかったから、でそのラジオを聞いたら、なんかね、その情報もですけど元気が出たというか、でかかる曲もそうだし、今全国の人がこれだけ心配してくれてる優しさみたいなものがあって、忘れられるのが一番僕は怖かったので、そういう風に発信続けてくれてるところがあるっていうのは本当心強かったですし、だからあの当時はね、神戸の放送局が一丸となってね、やっぱ一丸となることがすごく大切だと思うので、なんかね、やっぱそういう意味ではすごく、そこから僕は多分ラジオ DJ になりたいなっていうのは、素敵だな。そうやって思ってくれてる人がいるかもしれないですよ、はい、いや本当に熊野町で今中学生とか ね聞いてて、僕も私も将来やってみたいとかって ね、役場に入ったらラジオできるんだとかって役場目指していや役場に入ってラジオできるわけでもない。そうですね、そうですね、広島 FM とか RCC さんとかね、でもつながりが一番感じられるメディアではないかなとは思いますけど ね、まあ、人の声、まあ、歌も含めて ね音楽も含めて人の声ってやっぱり大きいなって、まあ、東日本大震災の時とかこの災害 FM がすごく注目されるようになって、ね、なんかいち早く、はい、今のもそうですね、うちが立ち上がった後に坂町さんもですね、坂町さんはちょっと範囲が広いんで2曲立ち上げられて、2曲の方ができるんですか。そうですね、だからこの機会を2つその、まあ、置いてですね、まあ、だから役場とあと小屋裏の方に1個ずつ置いて放送かけているという、熊野は割と、まあ、コンパクトなところなので、まあ、届かないところもちょっとねあるかもしれないんですけど、一応一曲で飛ばせる範囲であると、で坂町さんはちょっと縦長なので、で影になっちゃうところは小屋浦さんのところに一個置いて、いろいろそれぞれで放送されているっていうふうに聞いてますね。じゃあ別々なんです、話してる内容って。話してる方は別々だと思いますね。話してることは変わらないと思うんですけど、ただまあ先ほども言ったようにこう伝える人間によってちょっとずつ、まあ個性じゃないですけど出てくるので、まあそれぞれいろいろ細かいところはね違ってくるかなとは思うんですけど、まあ、そういった意味ではすごくこう機動力があるというか、そうですね、対応力もありますよね、はい、一丸となって、だからなんかもっともっと一丸となれる方法がありそうな気もしますけどね、はい、今熊野町だけしか聞けないけれど、まあ、それぞれの町が持ったりした時に何かコラボできたりとか、もともとあるね、HFM とか RCC さんとか、そうですね、やっぱりどうしてもこう僕は HFM っていうその広島県内で流れるラジオをやってるんですけど、その時に、まあ、全体の情報じゃないですか、でも熊野町のこの災害 FM だったらやっぱ熊野町のこの情報であったり、自分が欲しい情報を手に入れられるから、やはりこういう時だからこそね、地域のラジオっていうのは気持ち的にはね、広島 FM も、もう全部被災地の情報を僕は入れたいとは思ってるんですけど、でもやっぱそうじゃない情報もね、いろいろと入れないといけないですし、だから大きいその県域のラジオ局からしても、こういったね、街のラジオ局っていうのは
すごく必要だと思いますし、うん、できればこう街のみんなでバックアップっていうかこうね、うん、あ聞いてるよみたいなね、うん、なんかそういう声の掛け合いとかができあったらいいですよ ね、あそこ噛んだでしょとかとか言ってちょっと噛んだでしょとかスーパーで言われたりとかいいなスーパーで今日俺長袖買いに富士に行きましたからね富士で言われるみたいなそうそうめっちゃ張り切って昨日準備したんですよボランティアの、うん、で長袖ちょっとリュックに入れ忘れてで8時半に行かなきゃいけなかったんですけど富士が9時からだからもう富士の前で開店一番に待ってたの俺ですおじいちゃんと2人で おじいちゃん1回 の食費ですか、僕医療品に行ってあのもじゃもじゃした髪の方がオクオクスくんです、はい、もう長袖買ってこう急いで行ったの俺です熊の、はい、でもねそのまあ、忘れ物してすぐ取りに帰れる距離じゃないから私も昨日の夜から熊野に帰ってるんですけど、はい T シャツを忘れたので今着てるのは母のですでももう僕ね今回熊野に来て思いましたけど、うん、もう今度何か忘れたらもう徳山さんと石田さんにちょっと借りれるなっていうのでもあサイズ的に中間の感じですか、ね、うちのお父さんのがちょうどいいちょうどいいかも、うん、そうかもあのさだまさしさんにのお父さんですか梅沢富美男にも似てるって思います梅沢富美男にも似てる共通点はあのあたりっていう感じそうあのあたり鏡をよろしくお願いします、はい、本当にうちの弟も言ってるそうでびっくりしましたありがとうございます兄弟の会話まるでなかったみたいみたいなね、初めて聞きました、ね、帰ったら言っときますお姉ちゃんにインサイヤってでもこうラジオとかやっててその言われることあるんですかその家族とかも含めて聞いたよとかってそういうのってあったりするんですか、はい、あの私はないというか、はい、職場上で、はいはいはい、あの会いに来られた方何人かあってんですよ私というよりは、うん、どういったんですかね、こう今 CD 流させてもらってるんですけど、はいまあ、昨日ゲストでお越しいただいた尾形守さん の、はい、あの曲がいいから、どういった方が作曲されているんですかというような形で、窓口に来られて、こここうなってこんな CD かけてるんですよとあじゃあ今度 CD 屋で探してみますって言われて、まあ、昨日尾形さんに言ったら CD 屋では売ってないんですって言われたんですけどまあでもそうやってねあのちょっとずつこう聞いてるよ的なこうメッセージといいますかね、うん、お声をいただくと非常に嬉しいですし、うん、で台風20号がつい最近ね来た時には、うん、何かあってはいけないので夜中無音の状態にしてこうラジオの電源を入れたまま寝てくださいねって言ったんですねいつもは BGM でずっとこう音を流してるんですけど、うんまあ、要は防災ラジオ的な何かあったら声出しますからそのために、まあ、ラジオの電源を入れたまま寝てください今日は音流しませんからねって言って6時の放送終わったんですね、はい、でそういう使い方ができるんですねでそうやってやってたらいつも流れてる音楽が聞こえないんだけどっていう電話がかかってきて、ね、いつもの、ね、リスナーさんがすごいそうなんですね、そうなんですだからそういう声を聞けるとあ聞いてくださってる方おられるんだなと思ってすごく嬉しかったですね、あくまで臨時災害 FM なので永遠にあるわけではないので、はい、そういったねいつも聞いてるよとかなんかツッコミも含めてあれよかったよとか今のうちに声届けてそうですねアナウンサーの励みになると思います、ね、だいたい喋りが好きな人って寂しがり屋が多いのでねそうですねそうなんです本当僕なんかも反応がなかったらあでもそういうもんですよねそうそうそうちょっと言ってとかって言っちゃったりね知ってるなら声かけてとかって思っちゃう、うん、でも嫌なことは言わないでって思っちゃうんですけどね噛んだの言わないでっていうそれが人の差がですからね、はい、褒められて伸びるタイプって思っちゃうんでね、はい、僕の場合はですけど言っときましょう褒められて伸びるタイプです、はい、みんな褒められて伸びるタイプですのでよろしくお願いいたします褒められて嫌な人はいませんね僕はなんかラジオやってていつも思うのはその誰かの一生懸命をもうバカにしないでとか、うん、その何かに対してもう心ないことは言わないでっていう風なのはいつも言うんですよ、うん、特に僕10代の番組やってるので、それこそいじめであったりとか、まあ、親との子の、ね、言い合いであったりとか、悪口とか結構言われたりする子がいて、オクボックス俺学校で悪口言われたけどもうやだみたいな、じゃあみんながこうね話でいろんなリスナーからメッセージが届いた中ですげえ良かったのが、
なんか悪口を言った方じゃなくてよかったねって。あ、すごい言葉。すごい。え、それ学生さんが言ったんですか。学生が、もう俺がパクって俺の言葉にしますけどね。もう熊野町の人たち聞いちゃったけどね。そうそうそう。でまさにそうじゃないですかね。え、大人だ。言ってる方はそれだけ人に嫌な思いさせてるんだよっていう風に言われた方だったら受け止める側だったからっていうのを聞いて、あ、俺もそうしようと思って。ね、大人だって今言ったけど、うん、なんか大人だからそれできるもんじゃないですね。うん、ね、うん、なんかね、やっぱりちょっと今広島が全体的にしんどいなとか、山がちょっと傷ついちゃったりしてたりとか、うん、そういう時だからこそ優しさというものでこうね、絆創膏ちゃんとして、うん、っていう風にしていかないと、またなんか傷口を広げるようなことになっちゃったり、うん、誰も悪くない、環境が悪い。っていうところが、ね、天気とかはそういうのがあるじゃないですか。だったらね、っていうのはすごくあって、できることをやりたいなっていうのはみんなが多分思ってるような気はしますけどね。なんかその一方で私の周りでは頑張りすぎちゃってる人がいるなっていうのもすごく感じてて、その、まあ、特に私たちの世代40代とかになったりすると、うん、その地域の中では若者、体動かし盛り、うん、で、うん、子供もちっちゃくて、うん、で奥さんがいてっていう男の子の友達とかがなんか俺が踏ん張らなきゃ誰が踏ん張るぐらいな感じの踏ん張り方をしてて、なんかどっかでなんか誰にでもいいけん吐きんさいやって言ってあげたくなるような、うん、なんかまあもうそのね悪口とかそういうんじゃなくって、うん、ちょっとしんどいとか、そうそうそう、もう言っていいよみたいな、うん、もうなんか LINE でいいけんさいみたいな、ね、なんかね、ね、まあ、もちろん女性もね、うん、そういう旦那さんが外で働いて帰って、うん、なおかつ休みの日に体を動かしてるのとか見たら、うん、その自分はこの先どうなるんだろうと思ってちょっと不安なんだけど、うん、その不安だっていうことを旦那さんに言えないっていう、うん、友達とかもいて、もうちょっとね、あの場所が離れれば広島でも今受け止められる心の状態の人いっぱいいるから、うもう言ってみたいな、ね、いやでも避難所とか行ってもやっぱりご家族でいらっしゃる方のお父さんとかお母さんとかすごい子供のために笑顔で、頑張ってらっしゃるのを見て、こうやっぱり子どもたちを支えないといけないからってすごい気が張ってる中で、こう私たちも歌を歌ったらそこでポロッと涙流されたり、みんな本当いっぱいいっぱいの中頑張られてるんだなってすごい感じました。だから音楽だったりとか、まあ、こういうラジオだったりとか、そういったものを通してこう言葉にはできないかもしれないけど吐き出してもらえるっていう時間がすごい必要なんだなって感じますよね。確かにね、僕の広島 FM のクジラジって番組は吐き出してもらえる番組なんで、よかったら皆さんメッセージ送ってください。あの1番熊野町災害 FM、 2番広島 FM クジラジ、3番チャンク、チャンク忘れてたよね今ね。どういうことです。そうそう、全然私言ってなかったもんね。あの毎週木曜日の夜8時、はい、違う6時から8時で、はい、生放送をしています、うん、チャンクという番組で、それだから石田さんたち何か僕たちの番組聞いてくださったんですよね。そうなんですよ。わざわざありがとうございます。いえいえ、それはもう最低限のマナーとしてね。いえいえ、マナーマナーですかそれ。あの今棒読みしましたけど。いやでも本当にあの、うん、やっぱりこうどういった方たちがね来ていただけるのかっていうのは、あのこちらとしてもやっぱりこう情報収集って言ったら変ですけど、うん、あの真面目いいそんなことないんですけど、そしてあ声を聞くとね、あの安心したというか、こういった形ならもう全部任せられると思って今日は、後悔してません。いえ、とんでもないです。あのなんかこれまでの時間石田さんが5割ぐらい喋ってるんだけど俺でもそういえば、この間番組にあのカトゥーンの亀梨和也さんが来てて、熊野町にも入られたんでしょ。で、そうそう、熊野町の話になったんですよ。で、まあ、そのオンエアに載ってないところで、亀梨くんみたいな話したら、熊野町にももう一回行きたいけど、ちょっといろいろスケジュールがあるけど、今度大久保さん行かれるんだったら、うん、また必ずできることはやりますんで、よろしくお伝えくださいって言って。素敵。亀梨くん、ほんとね、になりますね。ほんとここだけの話、やっぱああいう方々って、あの、表と裏あると思っちゃうじゃないですか、一般人からしたらね、俺たちからしたら。でもマイクのオンでもオフでも全然変わらずに。へー。
すごくいい方、うん、本当は災害が起こった時にあのカトゥーンの復活の CD のリリースのタイミングでキャンペーンで来たんですけど、うん、でもそういう自分の宣伝とかをしてる場合じゃないと、うん、っていうのでボランティアに三原の方に入ってくれたりとか、まあ、熊野の方に来てくれたりとか、うんうんしてくれて、でそれがやってその現場を見た後で改めてまたじゃあ来ますってこの間クジラジに来てくれたんですけど、それでもアルバムの話とかいいから、とにかく広島の皆さんが今聞いてる子たちがね、うん、元気になってくれたらいいかなと、エンターテイメントの力があちょっと欲しいなと思った時に接してもらえればみたいなことを残されていったんで、うん、やっぱこれはモテるなと思いました、ね、そこですかかっこいいなって思って、まあ、力になりますよね。なると思いますけどね。存在が、ね、メビウスのだから曲も熊野町だけじゃなくてね、支えられてる人いっぱいいますから ね結構熊野のを背景にした曲とかが多いので、うん、自分たちも歌いながら今回のことをこう思い出しながらこ うるっときてしまったりとか、うん、だからこそこう歌って聴いてもらいたいという思いもあるし、歌でできることがあればといつも思っているので、うん、ここから時間もね、あの復興に向かってかかるし、一緒に頑張っていきたいなと思ってます、うんはい、すごくそのもうバトンという曲がね、本当にヘビーローテーションされてるけど、うん、バトンってどんな曲なんですか、はい、バトンはもともと RCC テレビさんのつなぐ大地の絆バトンっていう農家さんをこう取り上げて お送りする番組のテーマソングとして書いたんですけど、その中でこういう山々に囲まれた綺麗な空気の中でこう美味しいお米を一生懸命誰か大切な人のために安全に届けるために一生懸命作られる姿を曲にしたんですけど、やっぱ自分たちの中で自然イコール熊野で、人の優しさイコール熊野で、そういった部分をこう曲の中に組み込みながら書いた曲なので、今すごい大好きな曲です。うん、ね、なんか、ね、まあね、すごいぶっちゃけるといろいろ音楽って全部が全部流せない環境にあるじゃないですか、うん、これがね、なんとかなればってすごく思いました。そう、まあね、本当これなんかいろんなところの協力でね、なるんじゃないかなって思うので、確かにね、うん、そういった意味も含めて今日はメビウスの2人が生歌を、うん、はいはい、キーボードね、緊張するな、大丈夫かなこれ、ボッコクボックスが歌うんだっけ確かにねお、これもう始まる感じですか、うん、アーティストがやるかっこいい始まり方のやつです、はい、すいません、ちょっと喋っちゃったもん、うん、台無し今日何の曲やろうかなっていろいろ考えて、まあ、そういう放送の権利の関係とかもあったりとかして、はい、いろいろ迷ったんですけど、自分たちがこうライブの最後にいつもやる曲で、はい、みんなこうライブに来るときに普段の生活の中で悩みを抱えてたりとか、人に言えないことがあったりとか、こう落ち込んでたりとか、いろんな気持ちできてると思うんですけど、最後にそれを吐き出してこう音楽の力で前を向いていけるようにっていう思いで書いた曲を、今日は歌いたいと思います。聴いてください、メロディー。うまく息ができない、日もあるでしょ、冷たい指先が虚しくて、隣で笑ってる人、その温度差に涙がパッと溢れてくるの、どうしてね、どうしてあの人のように強くなりたいのに、どうしてね、どうして出口の見えない道ばかり、メロディー、孤独な隙間を寂しくないように埋めてく、メロディー。
言葉たちが手をつないで愛を歌う。悲しみが世界から消えてなくなり、誰もが望む明日が来たら、未完成のラブレターも、あの映画もきっと生まれてこないのでしょう。どうしてね、どうして人は険しい道を選ぶの。倒れないように消えないように神様は私に歌をくれた。メロディー塞いだ心が寂しくないように寄り添う。メロディー素直に笑える時を待ってる。一緒にララ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 ラ寂しくないように埋めてくメロディー。言葉たちが手をつないで愛を歌う。ありがとうございます。みんなの声いい感じね。歌っちゃったね。いやー、若干最後の辺誰あのラララ言うてる男の人はっていう石田さんです。もしくは徳山さんです。素敵だった、生歌、やっぱり来ますね。いやいかがでした、聞かれて立花さん。いやもう本当にあの今日もしかして生歌あるかねってあのちょっと午前ね、あの曲あの放送の合間に徳山さんと話をしてたんですけど、はい、いやいや、でもああいう歌手とかっていうのは放送設備がきちっとできてないとダメだし、こんなこのマイクじゃダメでしょって言って、音の調整とかしてるんじゃないとかって言って、多分無理無理とかって言って、多分あの昨日は楽器を、ね、演奏していただいたりとかしてたんですけど、はいはい、声って結構加工とかあるのかなと思って実はもう正直もう今日ね、本当にあの普段この放送で使ってるマイクでこんだけのもう音を出せれるっていう、本当に声が本当に武器で、本当に素敵だなと思って、本当に感動も鳥肌が立ってながら聞かせていただきました。本当にどうもありがとうございました。ありがとうございました。徳山さんも目が今キラキラしてるんですけど。そうなんですよ。僕もすごい鳥肌立って心震えました。本当に良かったです。あ、よかった、上からみたいな言い方がちょっと違うんです。そのこと思ってないです。今すごい一生懸命頑張りました。いやいやでした、はい、ありがとうございます。なんかもうちょっと褒めたらもう一曲ぐらい出るかもしれない。いやめっちゃ良かったっすよ。ちょっと気分良くなってきたので、もう一曲やっていいですか。ちょっと多分今ラジオの前でもアンコールが巻き起こってると思いますね。本当だ、聞こえてきた、はい、聞こえてきた。やれる。それでは先ほどね、あ、よくあのラジオの方でもかけていただいている、え、ふるさとを持って書いたバトンという曲聴いてください。
積み重ねた毎日が色を変え目をつける。これまでの汗も苦労も吹っ飛んで、あの人を思い出す。未熟な自分を育ててくれた人、肩を組んで教えてくれた人、しっかりしろと怒ってくれた人、みんなからもらった愛を今度は僕が届けたい。太陽を浴びて精一杯の力で生きる命を大切に守り育てることが誰かの笑顔に変わるなら、その愛を受け取った人の幸せを願う人愛のバトンをさあつなげよう。透き通った風に乗り旅に出かける季節、二度と出会うことのない今日に何を残せただろう。元気でやってるかと電話をくれる人、お帰りって迎えてくれる人、何も聞かず抱き寄せてくれる人、みんなからもらった愛を今度は君に届けたい。胸まで背を伸ばしたいな、頬をかき分けて走る知らせるように、どこからやってくるのだろう。この景色は誰のものでもなくて、ここに生きるすべての命が宿る、たった一つの幼き日のままの僕のふるさと。愛を受けた人の幸せを願う人もきっと喜んでくれるでしょう。ございます。すごいいろんな熊野の人の顔が浮かびましたねえ、ああ
ここで大きくなったよなと思って本当に大きくしていただきました。そうそう、今でもなんか近所のおじちゃんおばちゃんたちに久しぶりに会うとなんかもうすごく嬉しくって、こうで会えることがさ、やっぱり元気で会えることが今はもう本当幸せなことだなって改めて、あ、子がなかったんよって言われるんだけど、今度は自分が言う立場になるんだろうなって、そうだろうね、そういう意味のバトン、いやー素敵。じゃあちょっと近所のお兄さんお姉さんに感想などいやー素晴らしかったですね。ありがとうございます。毎日聞かせてもらって、もう口ずさむのがこうね、そう、一緒に歌ってくださってたから、そうなんですよ、つい歌ってしまいました。はい、変わります。急ですね。まあ毎日4回ほどこの曲聴くんですけど、まあ、ちょっと本物だってすごい感動しました。もう当たり前なんですけど本物だって思います。すごい、だってもうメビウスの後ろでお二方聞いてましたから、もうバックコーラスみたいなもんですからね。ね、すごい。まあ、今日はこうやって熊野町災害 FM で、うん、ラジオを通しての生歌になりましたけど、はいはい、またこれからね、はい、2人も熊野町内で歌う機会、うん、もうすでに決まってたりもしますもんね。そうですね、筆祭りもそうですし、うん、9月23日ですね、はいはい、11月10日 の、うん、あの黒田博樹さんのトークショーでも歌わせていただくんですけど、はい、そうだ、あれですよね、チャリティーライブを開催することになりまして、はい、徳永さんにも司会で出演させていただきます。9月16日日曜日に、西日本豪雨チャリティーライブつなごうみんなの心と題しまして、メビウス、マキネ、木原健太さん、ストーリー、そして司会徳永さん、たくさんの力を借りて、アンド熊野の皆さんと一緒に西区民文化センターのスタジオにて15時から開催することになっています。ぜひ皆さん遊びに来てください。一緒に、ね、何かできればなと思うので、はいはい、ぜひお越しください。なんかもうあっという間の時間で、石田さんごめんなさい、予定の時間もう22分オーバーしようとしてるんですけど、うん、全然大丈夫なんです、はい、このまま6時まで行っちゃっても全然大丈夫です。じゃあオークボックスの情報を読むということ、はい、ですか。俺の情報読んで入ってきますかね、この声で。いやーでも本当熊野町に来て、僕は今日朝からずっと、まあ、ボランティアして、うん、でお昼ご飯食べて、はい、でこうやって、まあね、役場でラジオさせてもらって、で富士でお買い物させてもらって、うん、なんか好きになりましたね。その関わるってすごく大切なことじゃないかなって、うん、一番いけないのは僕は本当昔から親とかにも言われてるんですけど、無関心であること、うん、でまあ自分さえ良ければいいと思うこと、それは良くないって言われてきたので、で、うん、特に10代の番組を今クジラジでやってて、10代ってお金もないじゃないですか、うん、小遣い制だし、でまあ動ける時間もないし、女の子だったら力がないとか、うん、そういうことを言うので、災害時とか誰か困った時にじゃあ何ができるみたいな話をみんなでねラジオでやったりするんですけど、まあ力ある人たちはね、まあ力出して土砂かきとかね、うん、やればいいし、お金ある人はこの間もね、ロサンゼルスドジャースのマイケンが寄付してくれてね、でああいうお金出して、知恵ある人はじいちゃんばあちゃんは知恵出してくれて、うん、じゃあ子供たちはうん、元気出したらいいんだよっていうじいちゃんばあちゃんがいて、で元気出してくれたら周り元気になるからって、赤ちゃんなんてそうでしょとか言って、で声出しゃいいよっつってね、でまあちょっと何かやってあげたいなと思ったら汗かくでしょとか言って、誰かのために元気出して声出して汗か出したらそれができることだからみたいなことを言ったんで、絶対できないことは絶対なくて、誰かしらできることがあると思うんで、それをこうちっちゃい大きいじゃなくて、うん、みんながちゃんと心のどこかにずっとね、ふるさとのことを思い続けることが復興というかね、大好きな街が蘇ってくんじゃないかなっていうのは思いますよね。いい街だもん。なんか改めてもう熊野を、まあ、ここで育ってで、一回もう外に出ている友達とかとも改めてつながったりして、で熊野のこといっぱい喋ってね、やっぱりみんな好きだよね、大好き、ね、もう僕多分熊野来るときはね、歯ブラシ一本だけでどうにかなるんじゃないかなと思って家が何軒できたかな
もう徳川さん、あ、はいはい、じゃあ、うん、分かりました、鏡で飯食ってで富士でちょっとお菓子買って、うん、パジャマ着て、うん、朝まで、うん、みたいなっていうねまあね、でも本当みんなに来てほしいですもんね。本当そうですね、とてもいいところなのでね、今回災害が起こってなんかこうね、ちょっと危ない街なんじゃないかっていう場合、そんなこと全然なくないので、もう本当にあのとてもいいところなので、みんなに住んでもらいたいし、知ってもらいたいし、そして来てもらってね、楽しんで帰ってもらいたいなと思いますね。筆祭り盛り上がってください、はい、ね、そうですね、はい、確かにね、はい、俺この後アートだけして行こうかな、あらぜひぜひギリギリ間に合います、時間大丈夫です、あ、5時まで、5時まで、じゃあ奥行くそこでバカ野郎バカ野郎うわうわいわ、いや、さっきエコで言うたのにな、俺自分で台無し、あっこで締めたけど、そうは問屋がおろさんよ ねまあ今日はね、はい、あの楽しくっていうことが、はい、まあ、テーマだったので、はい、私たち、ね、確かにね、うん、もしねこういうことででもちょっとでもお力に、ね、うん、なれるようなことがあるんだったら、ね、また来たいです、はい、うん、はい、ぜひ、あの思うんですけど、逆にその、うん、熊田町災害 FM の方が、うん、広島 FM に来てもらうってことも、うん、あ、本当にあるじゃないですか、あの大人の番組なんです、うん、ね、いかがですか、ここでスカウトするな公開スカウトいやだってこういうことをやってるっていうのをまたね、うん、FM を聞いてる熊野の方々もいるわけですから、うん、でそれで、あ、そうなんだと思って興味を持って聞いてもらうっていう、 そうですよね、そこでリンクできると思うんで、うん、もう今日来てもう徳永さん安心しますよね、喋れますよね、そうそうそうじゃあ5人でスケジュール確認させていただきますね、そう、木曜日はチャンクやってからクジラジがあるんで、そうなんですよ、つながってるんですよ、そうですよ、ね、私たちの番組全部、ね、僕もその時あのカメラマンやりますんであの来ていただけたらね、ね、そのあの大人が働くっていうことについてやっている番組なので、すごく仕事っていうことについても、まあ、今回ねすごく考えられてる方多いと思うんですよ、うん、働きにねなかなかいけない環境になってしまったり、そうそうそう、うん、改めてプラスアルファでお仕事が増えたりとかね、うん、はい、した方も多いと思うんで、まあ、ちょっと働くっていうことをぜひ話しに来てください、あのご要望があれば今日のご恩を返しに行かさせていただきます、いや、じゃあちょっとストリームの練習をしておいてください、はい、毎晩5回練習しておきますもしかして甲高い声で大久保刺激のクジラジーって言わされるかもしれないまさかのね生タイトルコール、生タイトルコール、ね、ね、でもこの輪っていうのがだんだんこう点と点がこうね線になって、うん、あったか円になっていくと ね、すごくいいなとは思いますね、うん、閉まったところで、はい、はい、石田さん、はい、本当に今日あのお聞きいただいてありがとうございました、ありがとうございました、聞いていただいた皆さん本当にありがとうございました、ありがとうございました、じゃあ最後私が締めていいんですか、はい、大丈夫ですか、お願いします、それではですね、あの本当にこうスペシャルな時間となって、あの聞いて、ね、おられる方も元気になられたと思うんですけど、私たち本当送る側が元気をね、あのいただいた、本当アナウンサーたちが元気をいただいた回になってしまいました、あのここの放送がですね本当にいつまで続くかっていうのもありますけども、その続く限りは私たち頑張って、ローカルな話題とそして元気をお届けできればなと思っていますので、これからもぜひチャンネルは 77.3MHz と HFM さんに合わせていただいて、ラジオは片手に電源を入れたままということでですね、うん、というか、まあ私もラジオをとてもよく聞く人間で、ラジオって本当に何かをしながら聞けて耳から情報が入ってくるので、とてもいい媒体だと思うんですよね、だからこういうまあ災害が起こるたんびにラジオの力を見直そうみたいな話がありますけども、まあそのたんびではなくてずっとですね、日常的になんかこうそういう情報収集の方法としてラジオを使っていただけたらいいのかなと思っています、まあ、あのこの FM 災害 FM だけじゃなくてですね、いろんな形で皆さんがラジオと親しんでもらって情報をね集めるだけではなくて、またラジオに参加するような形でね、うん、HFM さんとかにこうファックスとか、まあ、メールとか電話とかですね、うん、そういった形で参加してもらったら、まあ、私たちもね嬉しいなと思いますし、災害 FM にも応援のメッセージをいただけたら非常に嬉しいなと思います、ね、はい、俺が送ります、ありがとうございますはい、ということでちょうど4時
半になろうかというところですので、このあたりでこの番組締めたいと思います。今日はじゃあ、最後に改めましてご紹介させていただきます。メイビウスさん来ていただきました。ありがとうございます。ありがとうございました。またお邪魔します。そして HFM から徳永真希さん来ていただきました。どうもありがとうございました。はい、そして最後になりましたけども、HFM から大久保クスこと大久保茂樹さん来ていただきました。はい、また泊まりに来ます。はい、よろしくお願いいたします。はい、それではこの時間、そろそろお開きとさせていただこうと思います。この後6時からまた定期の放送が始まります。担当は障害学習科の徳山と建設科の立花がお伝えしました。では皆さん、さようなら。さようなら。はい、またね。